三菱 UFJ 銀行貨幣資料館は愛知県名古屋市東区赤塚にある三菱 UFJ 銀行の企業博物館である2021年11月29日三菱 UFJ 銀行名古屋ビル1階愛知県名古屋市中区に移転貨幣浮世絵ミュージアムに名称変更された1961年に東海銀行設立20周年を記念して 東海銀行本店ビル7階に東海銀行貨幣展示室を開設したのが始まりである。同資料室の開設と同時に東海銀行本店1階に同行が収集した歌川広重の東海道53時の清への展示も行われるようになった。1980年に東海銀行貨幣資料館になり一般への公開を開始した。 東海銀行の前身の旧名古屋銀行本店跡のビルに2002年に移転したが再開発事業のため三菱辞書に2008年3月に入居していたビルが売却され2009年1月末に移転のため一時休館することになったそこで名古屋市中区近から東区赤塚町の旧東海銀行赤塚支店跡に,跡に移転し 2009年4月20日に真相開館した。日本と世界各地の貨幣およそ1万点を体系的に展示するとともに、戦術の他、歌川広重の東海道五十三次などの浮世絵約1800枚の美術品も当館の所蔵となって展示されるようになった。その他に、日本最大の両替屋の再現、東海銀行の歴代貯金箱の展示、一億円の 重量体験などの各コーナーが設けられている。三菱 UFJ 銀行名古屋営業部の建て替え後の2021年11月29日に1階にミュージアムを貨幣浮世絵ミュージアムとして新設移転。2002年から2009年1月末まで三菱東京 UFJ 銀行貨幣資料館が入居していたビルは1926年に建てられた。 ものであった。東海銀行の前身の一つ、名古屋銀行とは別会社の本店として使用され、合併に伴って1961年まで、東海銀行本店、その後は、中央信託銀行名古屋支店として使用されていた。資料館が位置した名古屋都心部のメインストリート、広小路通りには、 かつて旧住友銀行名古屋支店春工1998年解体、名古屋日本徴兵館春工太平洋戦争後、名古屋大和生命ビル、東海銀行本店別館、UFJ 銀行名古屋ビル別館に、改消2004年解体など、大正期から昭和初期にかけて建てられたオフィスビルが数多く立ち並んでいた。これらのビルが相次いで取り壊され、 この建物は三井住友銀行名古屋市店春光、明治屋名古屋店春光とともに、名古屋における近代建築の貴重な内向となっている。1989年に名古屋市都市景観重要建築物に指定されている。旧、貨幣資料館設計は、曽根達造と鈴木貞次が行い、竹中工務店が施行した。 三菱東京 UFJ 銀行名古屋ビル9館は、北建、南館と分かれており、貨幣資料館は、南館1階に位置した。2016年3月、三菱住所、積水ハウスにより、2式二丁目計画が発表され、再利用されることとなった。2018年から、株式会社プランドゥーシーにより、レストラン、結婚式場施設、 ザ・コンダーハウスとして営業されている。ABCDEFGHIJKLMN 五藤高幸今村説。第三部東海銀行の誕生名が収集信用、紡ぐ、53時営業の顔に。中日新聞 ABCD e 貨幣資料館が移転オープン名古屋東区に。中日新聞 ABCDEFG 田中幸子。 四天広工事通りの歴史を物語る近代建築の魅力名古屋文化情報2013年1月号 ABCD e 三菱 UFJ 貨幣資料館を移転来年4月名古屋東区へ中日新聞2018年3月6日中日新聞長官救面。ありがとうございます